大丈夫。出ますね。じゃあということで始めていきたいと思います。気をつけ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういう感じで今日やっていきたいと思います。どう最近。最近ですか。ちょっとでも久しぶりに雨降ってますね。ちょっと地面がぬかぬかしてますけど。え、地面がちょっとあれですけど頑張って。どう、今日何しようか。今日何しますか。今日はじゃあまずと言っちゃうね。今日はこの間リバースカットやったじゃん。でリバースカットやったんだけど、リバースカット見てみたいとかっていうコメントが多いんで、それみんな見てんのかな。ね、見てないんじゃないですか。まあ、この間は今日はちょっと人数ちょっと多いんで、この間こう実際上げてこうやってしか打てなかったから、今日実際打ってるところを見せるのと、あとはそのリバースはこっちなんで、こっちのカットもね、こっちのカットもできたらいいかなっていうふうに思います。大丈夫ですね。じゃあ今日はこんな感じで緩いですけどやっていきたいと思います。大丈夫。はい、じゃあ行きましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まあちょっとね、まあ、どういう感じか、まあ、ちょっと見せていくので、ちょっと見せてください。大丈夫ですね。ちょっとやってみます。まあ、やっぱりね、基本的にこのラケットのこの前の体のどういう向きか、こういう風に感じで、こっちが出たとしたら、ここで打つ動作は基本的に変えないですよね。こう、こう、ね。ここから変えると。前で後ろからひねるんじゃなくて、後ろからひねるんじゃなくて、ここで。こう、こういうイメージ。やりたいと思います。これを打ったら体の前。体の前。で今やってみましたけど、今僕が打ってるカットっていうのは全部こういう軌道で言ってると思うんですけど、多分それをして例えばだと、ね、こういう軌道で打ってミスが出ちゃう人の場合は、最初こういう角度で出してちょっとやまないでいいので、この切るところをしっかり意識してもらう。これがちょっとね。
で、こういう感じで。体の前。体の前で。早い軌道に行ってミスが出ちゃうときのこのね、山なりの意識ね、これ例えばちょっと遅れちゃったりね、ハイバックに入らなきゃいけないね、ラウンドを追い込まれちゃったりね、っていうときにも有効的なので、それ皆さん忘れないでください。それを結局自分の体勢が良くないのに行くからかかります。かかりますね。体勢が良くないのに行くからかかります。で、理想はあくまで理想なので、ね、これをそういうふうな同じことをやっちゃうと絶対ミスにつながるので、こういう時に今僕が言ったので山なりの意識、山なりの意識追い込まれた時にしっかりね、ラウンドの幅取りとかあるので追い込まれた時に山を作って、これを行くからにするんです。わかりますね。そこを意識してください。大丈夫ですか？どう？いや、素晴らしいです。そういうことだよ。はい、わかる。久しぶりに言うけど、これをなんて言うんだっけ？リスク回避。てってれてーん。これ何かわかる？そんなの関係ない。わかる。あ、そういう感じで大丈夫ですね。なんか聞きたいこと大丈夫ですか？終わりですか？もいやいやいや、だってこういう感じじゃない。面がまっすぐだとカットならない。ちょっとずらし、これカットドロップの違いっていうのはさ、ドロップの方がちょっとやや山なりに急速が遅いよ。わかる？じゃない？うん、まあ、そういう感じなんで、まあ、じゃあ次回はね、ドロップ、まあ、この流れで次回はドロップの極意をあげたいと思います。大丈夫ですね。じゃあ今日はこの辺で終わりです。よいしょ。